長平一氏は、新末民発の政治家。遠世外の促進的存在で、北京政府で、国務総理を務めた。字は、佐都市安。1878年、佐相党を率いる蘇軍に加わり、新疆に赴任した。1883年、入りで、漢画中に若返海弁寺院に任命される。1889年、乗り踏みとして、 直令省に赴任している。以後各職を歴任して、1899年に、直令歩行局総弁として順防衛を率いた。翌年の義和団の乱では、義和団の鎮圧に従事し、直令総督となった、立候省の下で地州として、補えようされた。1902年、長平一氏は補定順警局総弁に任命され、間もなく、地府県寺を運使総統官となる。 この時、遠征外の命を受けた長は、中国に駐在していた日本人警官と協力して、近代的な警察制度の樹立に尽力した。長は、補填に、刑務学堂を創設し、さらに天津南段順慶局総弁に移動すると、天津にも純慶学堂を設立した。翌年、両学堂を合併して、北洋純慶学堂を新設している。 1905年、清朝二巡警部が設立されると、遠征外の推薦により長平一氏が順、警部右次郎に任命された。これにより、長和巡警部の実権を掌握した。さらに、遠のために巡警部を一種の特務機関として活動させている。1909年1月に、遠が一時失脚すると、間もなく、長も罷免され、再起を図ることになった。 1911年10月の侵害革命勃発時に、縁が内閣を組織すると、長は民政部大臣に任命された。中華民国成立後の1912年3月、党将棋内閣が成立すると、長平人氏は内務総長に任命された。しかし、長は縁の命を受けて反党運動を展開し、党を辞職に追い込んでいる。 続く、陸印省内閣でも、長は内務総長に任命された。同年8月、陸が参議院から弾劾されて辞職すると、長が代理国務総理となる。9月、正式に国務総理となった。当初の長平一氏は、中国同盟会から解組された国民党への誘和姿勢を示し、比較的順調に内閣を組織することができた。しかし、次第に、 国民党への対決姿勢を示すようになる。1913年に国民党が選挙に勝利すると、蝶は遠征外の意を受けて、総教人暗殺を秘密裏に格索し、そして3月に決行した。しかし、やがて内情が漏れたため、世論の弾劾を受ける形で、同年7月に国務総理を辞職した。その後、保軍統領兼関係し巡計。 北京警備地域司令官などを歴任している。12月には、直令都督に任命された。1914年2月27日、長平人氏は、天津の正し所内で休止した。去年56。この死については、遠征外が、総教人暗殺の証拠隠滅を図っての毒殺で、あるとの説も広く信じられているが、確証はない。ただ、 腸肺下の陸筋による縁当ての伝聞でも、急性症状による苦悶の果てに大量出血等により死亡したことが報告されており、少なくとも異常死であったことだけは確かである。1915年12月に縁が皇帝に即位すると、腸は一等中上項を追贈された。ありがとうございます。